喫研。はい、コーヒーマイスターの森です。本日はコーヒーの濃度についての実験をしたいと思います。で、今回使うのはこちらです。ブリックス系、まあ、糖度計ですね。初糖の濃度を光の屈折率で見る測定器なんですけれども、この実験がなぜ必要かっていうと、例えばコーヒーを飲んだ時に濃いコーヒーとか薄いコーヒーってあると思うんですけれども、同じグラム数のコーヒー豆とお水を用意して同じように落としたとしても濃度が違うっていうことが起こり得るんですよね。それは豆の粒度であったりとか温度であったりとかで、全く同じ分量でコーヒーを入れてても違っちゃうことってよくあるんですよ。それが理論的にどれぐらいずれちゃうのかっていうのが分かる。プロの人が例えば新人に教育するときとかにぜひ使ってほしい理論だと思うので、今日はこれからやっていきます。よろしくお願いします。では実験スタートしたいと思います。まずコーヒーはブリックス系で抽出の溶液を測っていくんですけど、今日はメキシコのカップオブエクセレンスエルエキンテ農園パカマラッシュという種類のコーヒーです。コーヒーの入れ方に関しては別動画で説明している動画がありますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、じゃあコーヒーが入りました。じゃあまずゼロ汗からしていきます。お水も屈折率があるので、お水が今乗っている状態でゼロにします。よく測りメジャーとかで物を測るときに容器の、器の重さを引いてから物を測ったりするじゃないですか。それと一緒ですね。じゃあ測定します。測定は、3回やります。で、3回やって、その平均値でいきたいと思います。1回目 1.7、2回目いきます。1.8、 3回目いきます。3回目が 1.6、 1.7、 1.8、 1.6 だったんで平均で 1.7 ですね。じゃあ収率等々計算したいと思いますので理論の説明に入ります。はい、では実験が終わりました。ブリックスを測りました。これパーセントなんですよね。結果として 1.7%、初糖が含まれているという結果になりました。で、これあくまでも初糖の話で、ブリックスの場合それを TDS って言って総溶解固形分、お水の中にどれぐらいものが溶けてるかっていう数字に直します。この数字に 0.79 を掛け算するとコーヒーの TDS に変換されるんですけれども、これどういうことかっていうと、例えば全く同じ濃度の初糖とコーヒーがあったとして光の屈折を測ってるんですけれども、初糖っていうのはこう入ってきた光が、まあ、本当はここで屈折するんですけれども、ちょっと簡略化します、まあ、こう曲がるわけですね。で、コーヒーっていうのはもっと曲がるわけです。同じ濃度でも、で、まあ、初糖が例えばここだとしたら同じ濃度でこれだけギャップが出るわけじゃないですか。それを補正するために 0.79 をかけるということですね。 0.79 っていう数字は測定器メーカーが出している換算表の中の 0.79、コーヒーだったらこの初糖の屈折率に対して 0.79 をかけるとコーヒーになりますよっていう数字です。なのでこれに 0.79 をかけてみます。アベレージが 1.7 だったので 1.7 かける0.79 は 1.343、 TDS が 1.343% っていうことになります。 100ml のお水の中に 1.3ml の固形成分が溶けていますっていう状況です。その 1.3 っていうのがコーヒーの成分ということになります。次はですね、収率というものを求めます。収率ってどういうことかっていうと、最初に 12g のコーヒーを使っています。この 12g のうち何パーセントを溶かすことができたかっていう数字です。冒頭でお話したように、同じコーヒー豆 12g に対して 150cc のお水を落としたとしても味って違うことって多いじゃないですか。
でそれがどれぐらい違うのかっていうのを今数字化しようとしてるわけです。じゃあちょっと収率を計算してみます。 150cc のお水、これまあ括弧 150g のお水ですよね。 150g かける0.01343 は 2.01、 じゃあ約2にしちゃいましょうか。 2.01 なんで 2g コーヒーとして溶けている固形分が 2g ってことになります。 2g 溶けてる割る 12g 使いましたは 16.7%。 12g の 16.7% は 2g ってことですね。これが収率です。例えばコーヒーが飲んで薄かったと思った時にコーヒー豆のグラム数を上げれば濃度って濃くなっていくんですけど、それだとみんなが同じコーヒーって出せないことになっちゃうんですよ。コーヒーを濃くするためにコーヒーの豆の量を変えるんじゃなくて入れ方を変えてあげないといけないわけですね。例えば挽き目であったりとかお湯の温度であったりするわけなんですけど、そこを統一しないといけないっていう時に、そのお店のうちの収率の基準はここですよっていう基準があれば、そうなるようにコーヒーを入れればいいってことなんです。一般的に 18% から 22% の間に入っていると良いとされています。うちは若干収率は低めに設定しています。なぜかっていうと、お出汁のようなコーヒーを目指しててなるべく雑味が少なくてさっぱりとしたコーヒーを目指しているので、収率は他のところにも下げてます。じゃあどうやって収率をコントロールするのかっていう話なんですけれども、逆に収率が高すぎちゃうから下げたいとか低すぎちゃうから上げたいとかってあると思うんですけれども、収率を上げたい時と下げたい時、まずメッシュ、メッシュっていうのは豆の挽き方ですね。収率上げたければ、細かくします、細引きにします。で下げたければ粗引きにします。次お湯の温度、上げたければ温度高くします、下げたければ温度低くします。なぜかっていうと、温度が高くなれば成分がたくさん溶けやすくなる。お砂糖が高い温度でたくさん溶けていくのと一緒ですね。なので収率が上げたければ温度高くすればいいんです。その代わり苦い成分とかいろいろこう溶けていくので気をつけてください。で時間なんですけれども、収率上げたければ長くします。で下げたければ短く、ちょろ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 注ぐかどんどん入れるかってことですね。そのコントロールした結果、同じレシピでコーヒーを入れた時に収率がだいたい 18% から 22% ぐらいになったらいいよねっていう、うちは 16% ぐらいですけどね、はい、っていうお話です。はい、じゃあそういうことで今日のお話は以上なんですけれども、今日のお話はどちらかというとまた、プロ向けというか、自分のお店のクオリティを維持するためにとか、ニューフェイスにコーヒーの入れ方を指導するために役立ってもらえたらいいのかなと思います。コーヒーは飲んで美味しいなと思ってもらって、お客さんにとってはまあそれだけでいいのかなと思うんですけれども、プロ側がこういう理論を持っておくと安定していつでもお客さんに美味しいコーヒーを届けれるなって思うので、ぜひ勉強して美味しいコーヒー出せるように一緒に頑張っていきましょう。私はもともと以前も言ったんですけれども、大学の頃からコーヒーが好きで、もう今から10年以上前の話になりますけど、こうやってコーヒーの研究をして、どうやってコーヒーをこう考えていったらいいかなっていうのは結構独自でやってました。今はすごくこういうことが当たり前で、コーヒー家の方もすごくこう理論的に科学的にやってる方多いと思います。でゆくゆくはその焙煎のことまで話せたらいいんですけど、まだ私自身そんなにコーヒーの焙煎を始めて勉強の期間も含めたら3年くらいなんですけれども、羊コーヒーなりに完成形のものはあるんですけれども、果たしてそれをこう発表していいものかどうか迷っているところでございます。この動画を応援してくれる人が増えたりとか、そういう要望とかもしいただいた時には、ちょっとずつ、このような形でアウトプットできたらいいなと思っています。今後もそんな感じで動画を撮っていけたらいいなと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねのご協力をよろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。